豊田冬造1992年3月に、豊田の功績を称えて建立された。豊田冬昭和16年12月1日は、女子教育課である。女子高等教育の先駆者、日本の幼稚園教育の開拓者などとも言われ、日本の女子教育界発展に大きく貢献したほか、日本のほぼ第一号とされる。藤田東子の名、豊田香里窓の妻。 幼名は冬、冬子。後、冬と改めたが、後年は、冬子と署名することが多かった。水戸藩軍武行、桑原信樹の次女として、日立国民戸城下、藤坂町に出生。母は、藤田東子の妹の幸子。幼少時から学問を好み、薙刀術穴沢流の伝授もを受けた。文久2年、豊田天皇の子、小太郎と結婚した。 しかし、慶応2年に、孔窓は暗殺され、生涯、再婚をすることもなかった。そのため冬には、子ができず、天皇の孫の友を養子とした。明治8年に上京して、新設された東京女子師範学校の読書教員となり、翌明治9年に四等訓導兼副社官となった。同年10月、同付属幼稚園が開設されるとそのほぼに任命され、 日本のほぼ第一号となった。道園には松野クララがおり、松野からドイツの幼稚園について学んだ。明治十二年、県令岩村道俊氏の招きで、鹿児島県に渡り、県立幼稚園の創設に尽力した。鹿児島では、西郷隆盛が尊敬した藤田東子の名として歓迎され、女神様と呼ばれた。明治二十年、 水戸徳川公爵夫妻に同行してヨーロッパに渡り文部省から委託されて女子教育を学んだ。帰国後、明治27年に寄宿制の緑る学者を開くも1年で閉校し、明治28年に栃木県高等女学校で女子教育に従事し、明治34年前年に新設された水戸高等女学校に着任。 明治36年からは、水戸女子師範学校の教諭を兼任して、国語漢文化の教員免状を受けた。大正11年に、水戸高等女学校を退職すると、私立高分女学校講師や、大聖女学校校長などを務めた。女が、女の特性を発揮させ、両妻健母になるために高等教育が必要であると、といて、日本の女子高等教育の開拓。 発展に大きく貢献した。ありがとうございます。